下着。下着は中着、中着を着用していない場合は、上着の下に着用する衣服。インナーとも呼ぶ。和服の重ね着の場合、最も内側に着用する衣服。下着のうち、上の服を体からの汚れから守り、体の保温、快適さ、加えて衛生を維持する目的で肌に直接つけるものは、肌着と称される。一方、 ブラジャーやガードルのように女子の体型を美しく整えるための下着は直接肌につけるものでも肌着ではなくファウンデーションに分類される適当な大きさに作られた布を腰に巻きつけたものが最初の下着であったと推測される大きく分けると二つの種類に分けられる紐で腰に結びつけて股の下を通し後ろで紐に通し固定するフンドシ型のものと胴回りに 幾度も巻きつけて、ピンや細いベルトで留める、腰巻き型のものである。ジャングルなどの熱帯地帯では、ふんどしだけで快適に生活することができる場合が多く、この場合は、下着ではなく、ズボンのように服の一部とみなすことができる。しかし、それ以外の地方では、下着の上に数枚の衣服を重ね着する。多くの古代の文明では、このような下着が唯一の衣服である。 アジアやアフリカ、それにインドなどの様々な社会でこのような簡素な下着が使用され続けている。古代社会では男性だけでなく女性もこのような下着を着用していた。古代ギリシアと古代ローマ帝国ではローブのように胸から垂らした布により下着を隠し落ちないようにピンや金具で支えていたとされる。また多くのローマ帝国の人々は尻と股を隠す。 現在のショーツによく似た下着を着用していた。中世ヨーロッパでは、毛や麻などの目の荒い織物から、柔らかい綿などの平織りの素材で作られるようになり、またゆったりとした衣服のデザインが流行した。腰と太ももで紐で固定する、ブライズ、ブレイズと呼ばれる薄手の素材のズボンが着用されていた。豊かなものは、茶鈴、ショースという足を覆う下着を着用していた。 ルネッサンス期に入ると、茶鈴はより体に密着するタイツのようなものになり、ブライズは徐々に短く、小さくなっていった。しかし、このどちらも他の服で覆うことはなかったため、厳密には、下着のうちに含めるべきではないかもしれない。ブライズの前面には、ボタンや紐で止められる窓があり、脱がずに、ここを通して男性は、排泄を行うようになっていた。 この窓は徐々に男性の魅力を増すため装飾され、コットピース、カットピースと呼ばれるようになる。イギリスのヘンリー・パッセイは局部を際立たせるために詰め物を入れることを考案したとされており、16世紀末までこのアンバランスな流行は終焉することはなかった。現在、シャツと呼ばれている前ボタンで身につけられる男性用の上着は中世からルネッサンス期にかけて考案されたが、 当初は下着であった。膝まで竹がありズボンの中に入れ込み、下履きを金着用した。ワイシャツの裾ラインがカーブしているのはその名残である。鎧の下に着用されていたダブレットも、この時期にファッションとして立され、やはり下着として使われている。中世の女性は体に密着する、アンダードレスとブライズのような下着を着用している。字には、シフト、シフトと呼ばれる。 面製の下着をアンダードレスの下に身につけることもあったが、後の時代になるまで一般的ではなかった。ルネサンス期の女性のスカートはふっくらと傘のように広がっているものが流行であり、ドレスの下にファーティンゲール、ファーツンゲールというスカートを支えるフレームワーク付きの下着を身についている。16世紀の終わりにはスカートのボリュームは女性の体の倍以上も広がり、 歩道の通行も困難になる。中世ヨーロッパで十字軍に参加した夫の不在時に女性の身を守るため、下着として低層体が開発されたとされているが、事実かどうか定かではない。多くの低層体は、非実用的なほど複雑であったり、重すぎたりしており、歴史研究家の間でも、その実際の用途に懐疑的な見方がある。18世紀に入ると、 プランテーションによる綿花の増産、自動機食器の開発、綿栗機械の発明により、安価な綿布製品を大量生産することができるようになる。家で手工業として作られたものではなく、工場で大量生産された下着を店で買うということができるようになったのはこの時代である。19世紀の一般的な下着は、男性、女性、子供を問わず、手首から、 足首までを覆うユニオンスーツ、ユニオンスーツであり、これには排泄時のために後ろに大きめの窓がついていた。18世紀の女性はステイズ、ステイズと呼ばれる後ろから身につけ、銅の前に紐で留める下着を身につけるようになる。はじめは一枚の布であった、ステイズは1750年代から1760年代にかけてスタイルを保つために、 厚めの布で作られるようになり、コルセットと呼ばれるようになった。染色技術の発達により、様々な色が使えるようになったが、女性の下着は白が一般的であった。19世紀に入ってもコルセットは貴族階級の間で使われており、より体を拘束するようにデザインが変わっていった。細い腰が美の象徴とされ、 クジラの骨や鋼鉄がコルセットに縫い込まれ、人の手を借りて締め上げるものが広く用いられている。着用時に苦痛を伴うことが多く、また、血行不良や酸素不足から転換の発作、内臓に重い障害を負う女性もいた。これらの後期型のコルセットは胸を覆う竹に作られておらず、腰の細さを際立たせるために胸の下で終わっていて、ルセットの上に 胸が乗るようになっていた。多くの場合、綿やモスリン製のシフト、シフトと呼ばれる薄いシャツのような下着が、コルセットの下に身につけられていた。19世紀の後半に、スカートの長さが短くなり、素足を隠す必要性から、パンタロンと呼ばれる長い下半身用の下着が着用されるようになる。この時代に、特徴的な女性用の下着として、 ペチコートとスカートの形を保つクリノリン、クリノリンが挙げられる。クリノリンは、ルネサンス期のファーティングエールと同じように、スカートの形を付き能があり、従来の木枠や骨枠と違い張りのある布で作られ、重ね着するようになっている。値段も安くなり、貴族の間だけでなく、庶民にも広まった。貴族の間では絹や毛などの上質な生地で作られたものが使用されている。 クリノリンの流行で膨らみすぎたスカートは、しぼんで簡便になり、女性のスカートの尻の形を大きく際立たせる、バスル、バッセルという型になり、18世紀から19世紀にかけて2度流行し1880代にピークに達した。しかし、1890年代には流行遅れとなり、それ以後は流行することはなかった。20世紀の初頭には、下には、 飽和状態になり、競争から様々な工夫や機能が生まれる。現在でも下着大手のヘインズ社は、この競争を勝ち抜いた会社の一つであり、ユニオンスーツの採用手になる。宝石技術も進化を続け、一着のユニオンスーツを1時間未満で作れるようになる。女性用下着は依然、コルセットが使用されているが、化学繊維やより、強靭な布がおられるようになり、 クジラの骨や鋼鉄の必要性はなくなった。激しい下着市場の競争から広告の必要が認識され、様々な形の広告が登場するようになる。アメリカで最初に、下着の広告が掲載されたのは1911年に、サタデイイブニングポストという週刊誌の上であり、ケノーシャ・クローズドクロッチ、ケノーシャ・クロスドクロッチを描いた画家、J.C. デインデッカーの油絵が掲載された。初期の広告の売り文句は耐久性と着やすさを強調しており、ファッション性は全く問題にされていなかった。1910年代の後半に、カルマーズ宝石会社、チャーマーズミティングカンパニーが、ユニオンスーツを上下の2枚に分けることを考案し、事実上、アンダーシャツとズロースを発明する。 女性用に作られた薄手かつレースを多用しているものはキャミソールとズロースと呼ばれる。1913年にメリー・フェルプス・ヤコブ、メアリー・フェルプス、ジェイコブの手により女性用下着は革命を迎えることになる。薄手のドレスの下残るセットから突き出ているクジラの骨を隠すために2枚のハンカチをリボンで結ぶことで現在では ブラジャーと知られているものを開発したのである。メリー・ヤコブは手作業で家族や友人のために作っていたが、あっという間に下着の噂は広まり、1914年には特許を申請し、アメリカ中にブラジャーの販売網を広げることになる。ブラジャーのような下着は以前から作られているが、ヤコブのデザインしたブラジャーが初めて成功を収めたものである。 1910年代の終わり頃にアメリア・ジェンクス・ブルマーの手により男性用のショートパンツに似た下着、ブルマーが発明される。この頃のブルマーはズボンのように足首まで覆うデザインである。ギブソン・ガールズと呼ばれる男性と同じように自転車やテニスのようなスポーツを楽しむ活動的な女性たちの間でブルマーは流行る。コルセットは時代遅れとなり、鉄が 戦略資源として統制された第一次世界大戦がコルセットに止めを刺すことになる。第一次世界大戦に従軍した兵士たちは前でボタンで止めた短パンを下着として支給された。ボタンは紐に引っ掛けて固定するようになっており、両脇の結び目でずり落ちないように調整するシみになっている。このデザインは流行し、ユニオンスーツは長楽を迎えることになる。 対戦中に合成法が開発されたレイヨンも下着に使われるようになる。1920年代に下着を生産する会社は耐久性より快適さを追求するようになる。ユニオンスーツの広告はボタンを減らし着やすさを追求した新たなデザイン上の特許を売り文句として掲載するようになる。これらの特許の多くはユニオンスーツとズロースの 社会の窓の新たな形状に関するものであった。また、耐久性に優れたナインソック、ネインスックという幼児用の柔らかい生地も下に広く使われることになる。一度下洗いがしてある収縮済みの下着も広く売り出される。ブルマーは短くなり、新しく発明されたストッキングで足を覆うようになる。ゆったりとしたデザインが主流になり、1920年代の終わりには、 足回りが広いことを除けば、パンティーに近いデザインになる。社交ダンスが流行し、ストッキングがずり落ちるのを防ぐためにカーターベルトが発明される。また、下着がただ隠すべきものから、女性の魅力を引き立たせる意味が理解され、ランジェリー、ランジェリーという新たな下着の分野を確立させる。1928年に、 ロシアからアメリカに移民したイダローゼンタールの手により、現在でも使われているカップサイズというアイデアがメーデンホーム社に提案され、広まることになる。1930年代に男性向け下着の発明と改良が進んだ。1935年1月19日、シカゴのクーパー株式会社の手により、ジョッキーと名付けられた世界初のブリーフが売り出される。 ボタンや紐の代わりにゴムが腰回りに使われるようになり、プロボクサー選手が身につける短いズボンに似たボクサーショーツが広く売り出される。スコーウィル社、スコバルマニファクチャリングがスナップファスナーを開発し、下着に広く使用されるようになる。コルセットはガードルとして生まれ変わり、ブラジャーやガーターベルトと共に身につけられるようになる。第二次世界大戦中に ゴムや金属が戦略物資となると一時的に紐とボタンが下着に用いられるようになる。物資不足の中、下着も不足し、古くなった服を再加工したものも使われた。戦後はクーパーズ社を前身とするジョッキー社とヘインズ社が大手であったが、クルット・ピーボディ・カンパニー、クライト・ピーバディ・アンド・カンパニーがサンフォーリゼーション、サンフォーゼーションという記事を 出荷前に洗い縮める技術の特許を取り、広く利用されるようになる。ホルセットは、蜂のように細い、くびれからワスピー、ワスピーとして再び広まる。胸の谷間を強調するストラップレスブラも使われるようになる。日本に関して述べると、下着の大衆化はこの頃にやっと始まる。ワコールの創業者、塚本光一は、終戦直後、これから女性は間違いなく、 様相化すると予測し、ブラジャーを中心に、下着の生産販売を始めた。従業員10人からの創業だった。下着を着用する習慣そのものがない時代であったから、塚本は日本で初めて、下着ショーを開催した。と言っても実態は、下着の付け方教室のようなもので、女性限定だったという。これを新聞各紙が取り上げ、下着を日本社会が認知していく端所の一つとなった。 それまで下着といえば白のみで、それ以外は一部の特殊な職業で使われているだけであったが、プリント柄や赤や黒の下着も売り出されるようになる。ファッション性も理解されるようになり、様々な試みがなされるようになる。レイヨンやダクロン、ナイロンのような化学繊維が広く試され、そのうちのいくつか、例えばナイロン製のストッキングは広まることになる。また、 男性用の下着も大柄の模様やメッセージ、それにキャラクターイメージがプリントされたものが広く、売り出されるようになる。1950年代の流行として、腰回りの細さより胸を強調するデザインが広まるようになる。まるで弾丸のように先を尖らせた、バレットブラ、バレットブラや、フレデリックス・オブ・ハリウッド社、フレデリックス・オブ・ハリウッド S が売り出した、 プッシュアップブラが売り出されのもこの年代である。1959年にノースカロライナ州のグレン・レイブン宝石会社、グレン・レイブ・ミルズがパンティとストッキングを一体化させたパンティホーズを発明し売り出した。また同じ会社は1965年にミニスカートに合わせて身につけるシームレスパンティホーズを売り出した。 1970年代から1980年代の間にファッションとしての下着市場は成熟を迎え、下着メーカーは広告の中で耐久性や快適さではなく、下着が醸し出す性的魅力を主張することを重視するようにな。マドンナやシンディローパー、シンディローパーといった1980年代のセレブリティは下着をファッションの一部として露出させ有名になった。 1990年代からはヒップホップを元とするストリートファッションの流行の中で大きめのジーンズや短パンを尻や膝でずり下げて履きトランクスやショーツを露出させることが流行しているこの流れの中で初めから見せることを考えて作られた下着も広まった1980年代にサンバで知られるブラジルでソングあるいはティーバッグとして知られるようになる下着が広まる はじめは水着であったが、1990年代頃に、世界中に広まるにつれ、下着のデザインとしても広まるようになる。欧米で大流行し、日本でもサンバブームやディスコの影響もあり流行したが、下着本来の持つ、保温性や体のサポートといった側面が薄く、また国民性の違いもあり、一般的に広まったとは言い難い。現在、 女性用下着の素材としては、従来から使用されてきた綿、キルティング打お及びアクリル厚地など、比較的厚手のものにとどまらず、薄地アンゴラ地、マイクロテンセルなど、比較的薄くてかつ暖かさを保てるものも、使用されるようになっている。肌色に加え、赤、黒、ピンクなど色のバリエーションが増えただけでなく、タンクトップタイプ、タートルネック、3分袖や半袖など形も袖の、 長さも豊富になってきている。近現代における男性用下着は女性用下着に比べるとトレンドよりは保温性や通気性といった機能性が重視されることが多かった。しかし1990年代にボクサーブリーフというブリーフとボクサーショーツの特徴を合わせ持った下着が売り出された。これは紳士服が 従来のゆったりとしたシルエットから細身になったことが一つ要因でもあり、10代後半から30代の若い男性により着用されるようになった。新しいデザインとして売り出されたが、1910年代に流行していたユニオンスーツの下半身部分とほぼ同じデザインであ、下着の種類も現代になるにつれて多くなり、水着用やレオタード用などの専用下着もある。 T シャツはアメリカの労働的階級の下着とみなされている歴史があり T シャツのままでは品性を疑われ公共の場に現れるべきではないとされていた現在でも高級レストランや観光総裁などの改まった場では T シャツはその場にふさわしくないマナー違反の服装とされているのはこの慣習である欧米やその他多くの社会では下着や裸に対する禁忌が強く 20世紀の半ばを過ぎるまで肌を露出することを極度に避ける慣習があった。現在でも更衣室や風呂場などの限られた場所でなければ裸を見せるべきではないとする慣習が強く残っている。ところによっては靴下を脱いで素足になることすら禁じられていることもある。またイスラム教を国教とする多くの地域では厳格な服装制限がある。これに対し、 日本やアジアの大部分、アフリカ、南北アメリカの先住民の間では、高温多湿な環境もあり、肌の露出に関する近畿は小さい。夏の暑い日などには、下着のみで生活するのが常識である地域や、民族もある。多くの社会では、下着のみを着用していることは、裸とは呼べないが、それに、極めて近い状態、半裸であると認識される。下着のみで、 分別のある成人が公共の場に現れることは、モラルの面からも問題視され、逮捕されるに十分である。しかし、場所により下着でいることが許容されている場所もある。例えば水遊びを楽しめるように解放されている場所で、水着に着替えずに基礎型になることは即座には、逮捕につながらない場合もある。アメリカの一部の州の刑務所では、ピンクや、 蛍光色の下着を受刑者に支給しており、脱獄時に脱走者が着替えれば、人目につき、発見され、安いようにしている。何らかの意図を政治的に示すために下着のみになる、ことも広く行われている。最も有名なものは、動物愛護運動家の間で、毛皮着用に抗議して、下着のみで行われるデモである。活動家が下着だけになる理由は様々であるが、 重毛を着用するぐらいならば脱衣も辞さないという決意と社会の注目を集めることが大きな理由である。また、ある下着販売会社が広告の一環としてモデルに下着のみを着用させてニューヨークのタイムズスクエアの周囲を歩かせたこともある。抗議行動や視覚芸術の場合は逮捕者が出ることもあるのに広告行動としての場合は逮捕者が出ていないことを 商業主義に対する過度の寛容と見るかは意見の分かれるところである。下着を身につけることは宗教上の意味合いを持つことも多く、末日聖とイエス・キリスト教会におけるガーメントのように特別な服装の一部であることもある。文教区立中が公然実行中六校で、高速により着用できる下着は白色、または肌色に規定している。また、 小学校5年生女子の体育授業で体操着の下に汗をかいてそのままにしていると風邪をひくというよしで下にブラジャー着用を禁止して問題になったことがあった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。